いろしばい。くー。ドットコム。今日はヤマハギアの症状別トラブル修理です。全く同じ現象がですね、ジョグ、ビーノでも出ている有名な症状ですので、これ紹介しておくの忘れたんですよね。で、ギアは初期は水冷ポンプ漏れも持病って言われてて、まあリコール対象で現行型はもう改善されてます。今回はもう一つの超有名症状として、最大の弱点、燃料ポンプの不動についてと、その修理方法ですね。これを紹介しておきたいと思います。早速ですが、その症状としては何が起こるのかですね。ブーンと走ってて、急にエンストします。プスン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 とガス欠状態ですね。で、一時エンジンがかかりません。この症状自体はちょっとカーボンガミと似てる感じも若干あるんですよ。なので判断がちょっと難しかったりもします。何も工具使って調べない場合の話ですね。で、燃料ポンプが止まると当然燃料が送られないので塩素現象起きますよね。ガス欠です。ですので今回まずは消耗劣化による故障を除いた、言っても消耗品なので機械なので、その消耗劣化を除いた場合のギアの燃料ポンプの不動症状、起きやすい共通事項があります。まず一つが夏、2つ目がエンジン回しっぱなし、長時間ですね、1時間とか4時間とかで、3番目が坂道、高トルク時、高い負荷がかかっている時ですね。で、4番目が、まあ、トルクじゃないですけど高速運転時ですね、最高速を出し続けている場合の4つが共通します。で、先ほど言ったようにもう消耗劣化は除きますので、なぜそんな不具合が起こるのかっていうところです。オイルポンプの場所自体はここです。で、結論から言うと熱ではあるんですけど、これ確定断定されてるわけじゃないです、根本の原因としてはですね。というのも不具合が熱によるものなのか、もともとポンプ自体が悪いものなのかで言うと、ポンプ自体が悪いんですよ。ただなんですけど、対策品に交換しても再発するとのことです。ということはさらに原因が何かは絶対にあるはずなんですよね。それが何かの解明まではされてません。ただ対策品に交換するとちょっと頻度は減るらしいですので、それがもうメーカーの出している対応方法なので、それ以上のことはしょうがないですね。どうしようもできません。で、ポンプが悪いっていうのと熱の話しましたけど、なぜ熱ってわかるかっていうとですね、これ燃料ポンプが止まってガソリンが遮断されてガス欠状態になります。で、それを日陰とかに止めておいて30分から1時間もしたらまた治ります。通常通りですね、運転できるようになります。これによって判断されている感じですね。で、エンスト症状としてはですね、トーストのエンジンバルブのカーボン紙と似てるんですよ。なので先ほども言いましたけど、ちょっと判断が難しいと。ただし違いはエンジンを停車して時間を空けると治るか治らないかのところに違いはあります。という以上のをまとめてですね、ちょっと勝手に憶測すると、車体からのこもる熱が、まあ排気が悪いのもあるんでしょうけど、一つは外気温、直射日光などから来る熱の可能性も当然ありますし、もう一つは車体エンジンの下から来る熱排気が悪いからっていうのもあるかもしれませんし、もしくは複合ですね、当然。で、これヤマハの公式リコールページによると、メーカーの指定の対応方法としては燃料ポンプを対象品に交換すると。これ工賃込みで多分2万から 3.5 万ぐらいするんじゃないでしょうか。部品自体が高いんですよ、アッセンブリの。ただしポンプだけ、これを引っこ抜くとアッセンブリで出てくるんですけど、その中にちっちゃいポンプがあるんですよ。それだけ交換するならまあまあ5000円以内でいけるのかな。ちょっと分解しないといけないです、それ。ですがこれ交換してもまた同じ現象が起こるという声が多いと、先ほども言いましたけど、対策品に関しても治らないなら私でももう無理なんですよね。よくよく考えると、燃料ポンプの位置を考えると最初それが関係してるのかなと思ったんですよ。結局これ調べても持病というだけで定番ですね。確定という原因は見つかりませんでしたので、ここからはもう推測です。ただ最終的にこの推測もちょっと外れはしたんですけど、まずヤマハ車はシートが破れにくい代わりに薄くて硬いんですよ。めちゃくちゃ薄いんですよ。あんこ詰まってんのっていうぐらい、まあ詰まってますけど、基本的にここのスポンジの量が少ない車両が多いです。これを踏まえた上で、例えばヤマハギアにそっくりなベンリーですね、ホンダでいうベンリーの燃料ポンプの位置もここにあります。まあこの給油コックとポンプの位置は逆なんですけど、とにかく上にあると思ってください。ですので実はベンディも似たような症状を何遍も経験してます。最初カーボン紙なのかなと思って、腰上のオーバーホールして修理して綺麗にして新品に部品変えてって言ってもですね、今のような夏時期に同じ現象が起こったことが、まあそれでも3回ぐらいしかないですけど、過去3回ぐらいあります実際。なので現場から、止まりました、どうしましょうって連絡受けて、まあ引き上げに行くじゃないですか、バイクを。現地に到着すると時間が経ってるので治ってるという、何の不具合もなくですね。これはホンダベンリーの話ですね。そしてフォーストのジャイロ、FI ジャイロですね。では起こったことはありません。トゥデイ AF67FI 車ですね。これでも起こったことはありません。で、持ってる車両の種類がどうしても限定されるのは個人なのでしょうがないんですけど、これから推測したんですよ、最初。すると、ジャイロ X とトゥデイ AF67 ですね。燃料ポンプの位置はここにあります。で、同じ現象が起こるギアとベンリーですね。燃料ポンプの位置はここにあります。ということはですよ、やはりこのポンプが上側にある位置に関しては直射日光の熱でやられるんじゃないかなと最初そう思ったんですけど、持病定番であるジョグに関しては下にあるんですよ。なのでやっぱりですね、
結論としてポンプ自体がやっぱり弱いんだと思います。何らかの形で熱に弱いというかですね。でこれセンサーが悪いんじゃなくてポンプです。ポンプ自体だけ交換なのでめちゃくちゃ簡単に作業終わります。特にギアとホンダではありますけどベンディは上についているのでなおさら簡単です。ジョグビーノの人はガソリンタンクの下なので一回ガソリンタンクを外してガソリン抜いてひっくり返して作業する必要があります。オイルポンプアッセンブリを分解できる人は安く済みます。できない人は結構高くつきますのでもう覚悟するしかないですね。しょうがないです。新車の人はリコールで無料なのかな、ちょっと分かりませんけどバイク屋さんに聞いてみてください。ということで話は振り出しに戻りますけど、これはもうですねバイク屋さんでも判断が難しいということですので対策品に交換してもなるようならもうお手上げですけど、今からとりあえずこれの定番修理ヤマハギアの燃料ポンプの交換方法をしたいと思います。そしたらいつも通りここから作業開始です。まず作業前に確実なキーオフ、バッテリーのマイナスを外すかバッテリーごと外しといてください。そしたらシートを開いて給油蓋を開けてタンクカバーを外してあげます。ここドレンホースあるのでそれも引っこ抜いてください。このシートの下に燃料ポンプがあります。そしたらすぐに給油口を蓋をしてそのままカプラー関係を外していきます。まずは燃料ポンプセンサーカプラーを外します。ここ画面で見にくいですけど上側を押さえながら引っこ抜くだけです。次に同じように上側を押さえながら燃料ホースキャップを外してあげます。この白いやつですね、丸っこいこれです。その後に両サイドを押さえながら上に引っこ抜きます。すると燃料ホースを外すことができます。若干圧力があるのと救急なので硬いですけど外してあげてください。そしたら今6個のボルト 1,2,3,4,5,6 と見えますのでこれらを8ミリで外していきます。でこれですねちょっと画面白飛びしてすいません、見にくいんですけど向きをちょっと気にしといてください。正しい向きがあるかどうかは私には分かりませんがサービスマニュアルとはちょっと違う向きなんですよね。また取り付けの時に言います。そしたらゆっくりと抜き取ってください。先ほど言ったのは浮きの向きですね。車体の左側は私のは向いてます。この時ガソリンの匂いすごいので、まあ火気もですね絶対禁止で匂いも気をつけて換気を必ずしてください。一式交換する人はこれ交換したらもう完了です。ただこれで交換すると2万ぐらいしますのでまだ作業する人はここを必ず塞いであげて、私はですね灰皿かなこれなんか分かりませんけどぎゅうぎゅうに詰めてシャットアウトしてます。匂いも強烈ですからね。ここからは燃料ポンプコンプリートアッセンブリの分解方法ですね。まあアッセンブリで基本交換が純正の指定方法です。ポンプだけは売ってませんのでどちらにせよ社外品しかですね、アマゾンで怪しいのがあるだけです。自己責任ですね。レビュー見る限りは使えそうです。ボルトと黒色のブラケット、この丸いやつですね、これを外してあげて多分この形で純正は売ってます。多分ですよ。ここからさらに分解するかどうかは自己責任といったやつですね。でこの細長い部分にポンプ機構が入ってます。なのでこれに関わるところだけを外していきます。もうちょっとアップで見てみたいと思います。これですねちょっと光の加減すいませんね、ほんと白飛びしてますね。まずは上側についてる黒青線のカプラーだけを外してあげます。ここですね、押さえ込んでパチッと引っこ抜くだけです。これがですねモーターを動かすための電力供給のプラスとマイナス線と思います。でこれの先はですね擬干しになってポンプ機構とひっついてますので、まあどちらから外してもいいんですけど、次ここ下側ですね、爪見えますかね、カプラーの爪みたいになってますよね。この爪を開いて引っこ抜いてあげるとポンプモーターが出てきます。かなり硬いですので折らないようにだけ注意してですねグイグイグイと全周外してあげます。グイッと最後開いてあげるとポンプが出てきます。これを引っこ抜いてあげるだけです。このポンプ自体はですねアマゾンで中華製しか売ってませんのでまあしょうがないですけど、試したい人はですね自己責任で試してみると安くはつきます。例えばリコールでコンプリートバージョンに交換しても再発すると言いましたよね冒頭で。であるならば最初から壊れる前提で割り切って交換する分には悪くない発想かもしれませんね。多分ですね擬干しまで外してあげるとこの状態で売ってます。なんかフィルターみたいなのもついてます。でこれ外せるんですけど、外すともう取り付けができないようなクリップピンがついてます。まあまあできるんですけど少なくともワンタッチではないです。そしたらポンプを交換したとして、あとはもう組んでいくだけですので注意点だけ止めていきたいと思います。もう早送りで一気に組み立てていきます。元通り逆手順にするだけですね。 FI 車はですね当然フューエルインジェクションがエンジン側にありますよね。でこの燃料ポンプが大元ですので同じぐらい大切です。似たような穴ありますよね。しっかりと差し込んでオーリングがあることもきちんと確認します。これオーリングがない場合粘圧不足で押し出す力がありませんので何遍も演奏します。ここまず一つ目の注意ポイントですね。次しっかりと垂直に
ポンプの棒と受け側の穴を一致させてグッと、しっかりとすべての爪がかかっていることを確認します。これ2つ目ですね。ヒューエルインジェクションと本当に似てますよね。コネクタジョイントのあの硬いところと、そしてカプラーを刺してあげてパチンと、しっかりですね。これで OK です。このコンプリート状態で買えば2万、どちらを取るかですね。まあその代わり純正の安心感はありますけどね。そしたらブラケットを上からかぶせて、ここ2つほど見えますかね、ゴムシールの突起、これが引っかかるまで引っ張り上げます。グイッグイッと、するとこの状態で固定されます。残るはボルトを入れると取り外した時と全く同じ状態です。あとはこれを車体に取り付けていきます。タンクの中に入れていく形ですね。そしたら先ほどちらっと言った浮きの向き、これが最初の通りにしたいと思います。まずこれ浮きの部分が車体の前方ではなかったですね。で車体の右側、画面の下側ですね、車体後方でもなく車体の左側でした。今画面で言うと上側ですね。この黄色丸の浮きの向きの話ですね。これですね、どこにしても多分入るのは入るんですよ。ただ上側のカプラーの向きが変わってきますので、もう元通りにしたいと思います。この形で私のは入ってましたので、きちんと元通りにして、あとは締めていくだけです。ガソリンという危険液体ですので、当然シールもめちゃくちゃ分厚いんですよ。なので締め度締め度ですね、ゴムが引いてしまって、なかなか最後までの増し締めが難しいところなんですけど、とにかくきっちり均等に対角線上に星印を描くように締めていきます。これまた難しいのが、締めすぎてねじ切っても絶対ダメですからね。全然締め終わらないでしょ。まあ丁寧にきっちり作業してください。 OK です。ようやく終わりました。そしたら燃料ホースを装着してグッとキャップを締めてあげて、そしてセンサーカプラーも装着して、これで OK ですね。完全に最初と同じ形です。そしてタンクカバードレンホースをつないで、上からタンクキャップを開けてかぶせた後にまたキャップを締めるという形ですね。これで今回の作業、ヤマハギアを使いましたが、ジョグ、ビーノも共通の持病です。症状別トラブル修理、走行中急にエンストする持病、最大の弱点は燃料ポンプです。知らないと腰上エンジンのオーバーホールとかに走っちゃいますよね。沼にはまります。気をつけてください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。部品情報、訂正情報などは概要欄の本編詳細リンクを必ずご確認ください。その他、動画にない情報などは Twitter、Instagram、ブログにて随時更新中です。